崎チャンネル。よっ。こんにちは。さあ今日は。今日はですね。はい。プロ野球界なぜ初物に弱いって言われるのかっていう。初物？だからルーキーの初登板とか。はいはい。外国人選手の初登板とか。はい。あとは2軍から1軍初登板とか。はい。初対戦とか。はい。っていう特にピッチャーの。はい。初物に弱い、あのチーム初物に弱いからねとか、はい、あの選手は初物に弱いからねってよく言われないですか。はい、言われます、うん、いやなんか私全体的にやっぱ初物には弱いのかなって思ってました。でもなぜ弱いのかって。いやもうそれ簡単ですよ。何ですか。データがないからです。惜しい。惜しい。データはそこそこあるんですよ、はい。あ、そうなんですか。やっぱ2軍でも投げてるんで。はい、確かに2軍で投げてきたから1軍にいるんですよね。いるわけですよ。で外国人投手とかでもオープン戦とか投げてるんで、はい、あ、どうすか。データはあるんですよ、はい、その膨大にはないですよ、うん、でも最低限のデータはあるんですよ、はい、しかも映像とかでも2軍の試合とかも映像を撮ってるんで、うん、映像とかも2軍の映像ですけどあるんですよ、はい、だからデータはそこそこあるんですよ、はい、一番の問題は、うん、データじゃ分かんないんですよ。あ、感覚が。でスライダーとかにしても、はい、どれぐらいの軌道でスピード感でどういう曲がりなのか、はい、球筋どういうのなのかとか、うん、こう肌感が全く分かんないんですよ、うんうん、それをいきなり打てってさすがに難しいっす。まあそうですよね。まあそのいい感じで波長っていうか、うん、そのタイミングっていうのが合えばいけるんですよ、うんうん、これがちょっとでも外れるとやっぱそれを学ぶまでにこの 脳が反応しないんですよ、うん、ここ問題です一番、はい、アスリートとかのレベル高くなって勝負どころってもう感じて反応じゃないんですよ、はい、脳が勝手に反応して体を動かすことができるかどうかが勝負なんですよ。うーん、見て感じて動かします、はい、はもう遅いです。え、じゃあ何打席ぐらい経てばその感覚が身につくものなんですか。いかっす。あ、打席1回でいいんですか。あ、いいんですけど、はい、1打席に全球投げてくるかって話なんですよ、うん、あ、まあ、そっか、そうですね。え、この球って球種がじゃあ3つあったら3つ一応どんなコースでも低め高めコースどんなところでも1回感じればあ、こんな感じでって分かるんですか。でもその1個の球種の2種類の情報が欲しいんですよ。はい、ベストピッチング、はい、ミスピッチング。あ、その2種類なんですね。いい悪いの許容範囲も知りたいんで、はい、あ、ミスするとこういう軌道なんだとか、はい、あ、いい時はこういう軌道なんだっていう、うん、いいのと悪いのとの2個欲しいんですよ、情報が、はい、でそれを踏まえた上での情報が処理されて、うん、脳が勝手に判断してくれるようになるんで、それを体験しないとやっぱ見てからじゃ遅くなるんですよね、はい、あとはもう当てずっぽり振りながら技術を高めるっていう、はい、だもう自分の感覚勝負ですね。うーん、だそういったところが、はい、なかなか打ちづらいっていうところもあるんですよ。よく見てるとその初めてじゃあ一軍初登板ですっていう投手の時って大体一巡抑えますもんね、はい、だけど先発とかだと2打席目3打席目ぐらいになるとやっぱ打たれますもんね。で昨日ロッテのチェン投手も一巡目は完璧に抑えましたけど、はい、やっぱ2巡目ぐらいから楽天打線もちょっとずつタイミングを合わせれるようになって、うん、まあでも3巡目ぐらいに入るぐらいで交代したじゃないですか、はい、だからこういうことが起こり得るんですよ、はい、そこをが難しいですよ、初物は。そうですね。よくこう印象的なのがそのルーキーピッチャーとかでルーキーにして初登板ですごいいいピッチングするのに、うんうん、次の2回目の登板からすごい崩れるっていう、うん、それってそういうことなんですね。そうです、球筋も分かってくるんで、はい、そういったところは大きいんですよ、うん、だやっぱりね、やっぱ見ないと感覚分かんないんですよ、はい、だからもう早く投げてくれって思うんですもん、はい、フォークあんのまだ来てないけど早く投げてくれっていう、はい、あ、早めに球種全部出してくれって、うん、ああ、オッケーオッケー、こういう感じねみたいな、うん、あ、ストレートこういう感じなのねっていう、はい、じゃあそしたらもう初めての登板の人は作戦立てた方がいいんじゃないですか。もうこの打席は球種3つあるけど絶対2個しか出さない。いやでもこっちも初の対戦だからそんなに余裕ないじゃん。あ、そっか、向こうも向こうで同じこと考える。向こうも向こうで余裕ないから、はい、やっぱ1軍初登板とか、はい、ルーキー初先発とか、はい、外国人初先発とかってなってくると向こうも結果出さなきゃいけないから、そんな余裕向こうもない、こっちもない、バッテリーもない。そうですね確かに初登板の本人の方がバクバクしてるかもしれないですね。そう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 、うん、でそれがその悪いと明らかに、うん、あ、
いけるって思われて、はい、初見でも対応されちゃうというね、はい、ちょっと良くなるとそれを覚えるまでに大変っていう、うん、へえ、あとはちょっと上から目線すぎて打てないっていうのもあるんでね。え、どういうことですか。バッターがあ、こんな感じ楽勝っしょ、うん、みたいな、はい、って気づいたら後ろられてるみたいな。なんで抑えられたのかすらも分かんないけど。そうなんですね。ちょっと舐めすぎてね、はい、ちょっとこう集中力がちょっと、うん、弱くなってっていうのもあるし、ルーキーやろみたいな。そうそうそう、こんな球やったら大したことないな、あ、二軍から来たやつは打てるし打てるしよみたいな、はい、あれあれあれみたいな、はい、タイミング合わせきれなかったみたいな。だから抑えのピッチャーとかでも、はい、3連戦、うん、毎日当たったり前の日当たってたら、はい、次の日、うん、打てたりする。あ、感覚が覚えてるから。そうそうそう、だからリリーフとか抑えのピッチャーって、はい、ひょっとしたら1ヶ月に1回の可能性あるの、はい、当たるのが。そうですね、うん、なぜならまず勝ってたら出てこないし、うん、負けてても自分の打席じゃなかったら出てこないじゃん、はい、だからそこも感覚が合わせにくいっていう、うん、先発に比べると、はい、でも火曜日投げて、はい、当たりました、うん、打ち取られた。水曜日投げたら大体感覚が上がるから、うん、昨日ちょっと詰まったからもうちょっとテンポ感早くやなとか、はい、ってなると打ちやすくなる。へー、リリーフもじゃあ連投する人大変ですね。そうそう、連投でしかも同じ打者ね、はい、っていうのはかなり神経使うと。3連戦3連投あるじゃないですか、うんうん、そういう投手ってすごい大変ですね。その2戦目3戦目とかって、そう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 、感覚覚えられちゃってるから。でこっちも昨日はこうしたからこうしなきゃって言って変化しなきゃいけないから、はい、そこら辺の迷いも生じたりするから合わせてきますしね、うん、そう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 、大変ですね。そういった面でもやっぱその初物っていうのはもう難しい、うん、でもこれ、はい、初物大事な要素があるんですよ、はい、初物強いかどうかって、うん、日本代表のメンバーに名を連ねるためにも大事な要素なんですよ。はい、なんでですか。日本代表行くじゃないですか、はい、ひょっとしたらそいつ1回しか対戦しないから、国際大会。あ、そうですね、うん、初物に弱かったらもう打てない、はい、でほぼ初めての人と対戦ですもんね。そう、しかもそれ1回こっきり可能性あるから。はい、確かに。だからその打ってるけど、うん、初物に弱い人は代表とかは、はい、多分あんまり活躍できない。え、初物にやっぱ強い弱いってあるんですか。だからそういうのを気にしない、はい、相手関係ない、もう自分のリズムだけで打ちまーすみたいな、うん、っていうのは関係ないね、はい、初物、でもやっぱりこの相手に合わせる能力がうまい、うん、で相手に合わせたいっていう人はやっぱりその相手のリズム感が分からなかったら合わせれないから弱かったりする、はい、だ自分のリズム感だけで打つ人は関係ない、ね、その強いも弱いもない、ないない。佐藤さんどういうタイプなんですか。俺はもう調子次第だから、はい、初物とか初物じゃないじゃなくて調子が良ければもう関係ないし、悪かったらもう初物でも何でも打てないみたいな。へー、これ何が俺激しいから。あ、そうなんですか。あとはもう読み合いだから、うん、読むのが読みやすかったら初物でも打てる、はい、へー、読みにくかったら打てない。はい、そんなに、まあ、でも佐藤さんでこうデータとかいっぱいこう覚えてるから、うん、なんかあんまり調子の波なさそうだなって思うんですけど、やっぱりあるんですね。俺気分で生きてるから、はい、激しいのね。いや、そんなバッティングも気分なんですか。うん、だから俺、はい、乗ったらすごいんだけど、はい、乗らなかった時全然だから、はい、だってソフトバンクだったから、はい、俺引退してから聞いたことあるのね、うん、どういう俺ってさ、どういうミーティングしてたら、はい、日本ハムだったから、うん、なんか里崎は1打席目全勢力をかけて抑えろっていう、はい、そしたら、うん、からきしになっていくからって、うん、調子に乗ったらもう止まんなくなるから1打席目を出すと全部が守備も攻撃も調子に乗っていくから、うん、1打席目に全勢力で抑えろっていうミーティングです。調子に乗らせるなって。そう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 、そしたらもう手がつけられなくなるからっていう、うん、守備も含めてっていう。それ自分でもやっぱ感じるもんなんですか、うん、で当たってるっつって。やっぱ1打席目でヒットが出るともう今日いけるぞって。そうそう、ノリノリになるから俺もう単細胞だから。そうだから逆に言うと、はい、短期決戦で強い、はい、あ、そっか。え、でも短期決戦でも大変じゃないですか。短期決戦で最初の1打席、2打席ヒット出なかったらもうじゃないですか。短期決戦は俺の考え方が違くて、はい、10の1でいいっていう考え方だから、はい、いいところで1本打ったらそれで全部が報われるっていう、はい、シーズン中は打率が影響するから10の1じゃダメじゃん。ダメですね。でも短期決戦っていうのは成績残らないからいいところで1本打てばいいよ。はい、もうそれも大変じゃないですか。ずーっとあーヒット出なかった、ヒット出なかった、ヒット出なかった、うわー満塁で回ってきたーってなって打てるもんなんですか。うん、だってもう短期決戦は終わったよ。終わったら短期決戦って、はい、そのシリーズが終わったらもう休みじゃん、はい、簡単なの。
一番苦しいのは、はい、調子が悪いのに、うん、もう100試合戦わなきゃいけないのがきついのよ。あーそっか。短期決戦は悪くて終わったらもう終わりだから楽なのね、はい、気分が、はい、そうダメだけどもう終わったみたいな。確かに一番最悪なのは、うん、調子が悪いのに毎日試合があるっていうことが一番きつい。うーん、だ短期決戦は負けたら終わりだからっていうのが気楽なの。まあ、シーズン成績残してるしみたいな。そう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 、うん、あ確かにそうですね。で国際大会とかももうそんな感じだから、うん、はい、いいところで一本みたいな。まあ、打てなくても、まあ、最悪大丈夫ぐらいの感覚。そうそうそう、まあ、他のやつが打てばいいしみたいな、はい、だから俺、あの WBC は4割9厘ぐらい打ったけど、ね、北京は1割打ってないんだ、はい、ヒット1本しか打ってないか。そうなんですか、うん、まあ、そう思うといい時と悪い時とこうあるんですね。そう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 、俺はまあそんなにあんまり関係ないけど、やっぱ初物はでもやっぱり見た情報が欲しいから、うん、その情報が分かんないっていうことを、はい、タイミング合わせづらいっていうところで、うん、やっぱちょっと時間かかるね、はい、だそこが初物に弱いっていう、うん、だ誰でもそうでしょ、いきなりのは難しいでしょ、はい、いや難しいと思います。でもあれですよ、あの一番初めの収録あったじゃないですか、サトシチャンネル、はい、でも、ね、やりにくさなかったですよ、あんまり。それはそうでしょ、はい、僕っすそうですね